やってからちょうどいい風船を見て、そう、風船を見つけて、風船を取り出して、はい、皆さんお願いいたします。ここでいいですか？はい、はい、じゃあこれ、はい、ですか？こんばんは、今日の、梅雨払いのちょっと町ネタのヨタネタを、披露させていただきます。この資料のですねエピソード2が今日のこの、タイトルテーマの関連最も関連しているものです。エピソード1の方は帰りの電車の中でもお読みください。おまけです。それでですね、まず最初にちょっとお聞きしたいんですが、なかなかこれは手を挙げにくいことだと思いますが、皆さん、絵画とか投資とか、学習教材とかネズミ講とかそれから自己啓発セミナーとか投資とかそういうの、宗教も含めて勧誘を受けたことある人いますか？皆さん結構多いですね。はい、そこが一番最後のオチなので、話がね、いちいちこれ読み上げるのもバカバカしいし、目で追った方が早いので、書きましたので目で追いながらお話を、聞いてください。ラディエックスというのは女性フェアというつづめて言っておりますけども、2012年から、竹橋の科学技術館で毎年秋に行われています。大手のゼネコンから外国から、それから、福島やそれから、他のいろんな地方の小さな業者さんまで女性のことに関するものがありとあらゆるものが出てきます。で、私はどんな風になっているのか見たいので毎年行っています。今年3回目です。で、最初に行ったのが12年なので、ものすごく鳴り物入りだったんですね。大手のゼネコンがバシバシいろんなものをもうこれでもかっていうぐらい出してきた、国際展示会です。まあ会場ちっちゃいですけども、それで、カジマなんかが凍土遮水壁をものすごくぶち上げたと。でそれの結果がエピソード1ですので後でご覧ください。で会場がこういっぱいあってですね、大きな会場があると必ず休憩所があります。1日がかりになっちゃったり、商談に入ったりもするのでね。で、一番最後のところが、JEA の、いろんな展示物があって県とかって思いながら眺めていたのですが、隣に、福島県の観光課のブースがありました。で、こういったテーブルにこういろんな資料があってですね、パンフレットやチラシや、そして、壁にはポスターが貼ってあって、福島は安全です、線量も下がってます、そういう、キャンペーンですね。そういうところで配られていたのがこれです。回しますので皆さんご覧になってください。福島のブースにあったものです。でこの、付箋がついてるところはちょっと面白いのでお目に、留めておいてください。それでこうやって眺めてたんですね、そういうものを。そうしましたら、隣でこの話にあるという状況が起きました。でしばらく聞いてたんです。これ聞き、耳に入ってきたことですね。そしたら突然リスクという言葉が、リスクを選んで生きるんですという言葉がそのままですよ、ボンと飛び込んできたんですね、私の右耳に。で、その週、それに行ったのが水曜か木曜だったんですけれど、月曜日には、専門家会議って
こちらに来る方は皆さんご存知かもしれませんが、長滝谷と、別名言われている、原発事故にかかる、国民の健康に資する、専門家会議っていうのを聞いたばっかりで、その時に初めて福島県から保健師さんが来て、現状を切々と訴えていた、その話も残っていたところでですね、この話のエピソードが起こりました。女性の職員さんだったのですが、福島ではリスクを選んで生きるんだ、そういう風になっているんだ、それを繰り返しこう話の中で語ります。そして、私は そういうリスクを選べば、安心して安全に福島は暮らせるんだっていう講演を聞いた時に泣いてしまったんですよというふうに、その来場者に語りかけていて、切々と語りかけていたんですね。聞いているうちにもう本当に嫌になってしまったんですよ。しばらく前にこのエピソードの少し前に、中西純子さんのこの原発事故放射線のリスク学の、こちらの学習会で、勉強会がありましたので、それに合わせて私は本当に理数系はダメなのに、頭ちんぷんかんぷんになりながら、読んでですね、理数系ダメななりに、リスクを選んで生きろと、責任リスク放射能を出した人間や、推進した人間たちの、責任は何にも問わないのにリスクを選べとかと言っているこの著者の、精神構造がおかしいんじゃないかと怒りに震えながら本を読んでいたので、この会場でこの女性のですね、そっくりこの中西純子の言葉をなんていうか全く消化しないでオウム返しのようにね使っていることに、ものすごくこう違和感と脅威と恐怖を覚えました。あ、ここまで福島の中では中西リスク学っていうのが刷り込まれているんだっていうのをもうひしひしと感じたんですね。でその喋り方がですね、これにも書きました通り、一生懸命彼女は喋ってるわけです。一生懸命言っていることを、自分の言っていることを信じようとして喋っている。人間ってそうですよね。自分が信じたいことを、本当はちょっと疑わしいんだけど、とか思うときってすごく一生懸命言葉をつないでいきます。一生懸命喋って嘘をついてるときに、一生懸命喋る子供が典型ですが、大人も同じようなことをしますね。それと似てるんじゃないかって帰ってからいっぱい考えたら、この4ページのですね、点点点から下のようなことをいっぱい思い返しました。私も自己啓発セミナーっていうのをバブリーな時に、人に勧誘されたこともあり、ちょっと乗っちゃったこともあったので、勧誘もしたのですが若気のいたりでね。で、その時に私実はあんまり本心から信じていないので、どっかうさんくさいなこれって思いながらなので、実は誰も勧誘できなかったんですよ。でもね、ものすごく一生懸命本気になっちゃう人って勧誘できるんですね。それと同じことがもう起こっていて、ああ福島のリスク学っていうのはこれなんだというふうに、感じた次第です。それで、4ページには書いてありますが、4ページから5ページですね、4ページの下の方、7月末にですね、城南信金が主催の良い仕事お越しフェアっていうのがあって、あそこは城南信金さんは、原発はなしだよというのを明確にしておられるので、すごく福島の応援してくださっているというところなので、福島のブースが、ね、いっぱいあったんです。その時も
で その時には福島市の観光課がやっぱりブースを作っていて、福島の、市外の東側の阿武隈川の方に行った渡利地区というのが、皆さんご存知の方も多いと思いますが、非常に線量の高いところ、そこから山に入るとさらに高い、その花見山という、いっぱい梅もも桜が一気に咲くんです、あの辺は。それで、そういうそこの線量が高いのに、2011年の春はさすがにクローズでしたが、12年からは再開させて、今年もオープンさせて26万人だからお客を呼んでいる。そしてその時 のブースの福島市の観光課の男性もほとんど同じような感じで一生懸命なのがすごく切ないです。私は福島の出身なものですから、同郷の方は疑いもせず、あるいは疑っているのかもしれないけど、お仕事だし、そういうふうに信じなければ暮らしていけないっていう、そういう切実さを見せられる、東京でも見せられるし、実家に帰った時も見せられるし、今日は午前中はいわきから、津波の被災に遭った方たちが復興住宅にこの秋皆さん入居したんですね。それで、私がちょっと関わっているボランティアグループに、東京旅行を兼ねて挨拶に行ったんですが、その方たちも放射能の話はするとこう避ける、そういうのをこうしょっちゅう見せられるんですよ。神経がそっちの方に行っているから引っかかってくるのですが、エピソードが向こうからしょっちゅう、鼻血の時もそうなんですけどね、私は鼻血この4月の5日の日か、いわき市のいわきの駅前で見ましたので、なんかエピソードが向こうからまたやってきた、ちょうどリスクラとの縁があることでしたので、一言話せとお時間です。ありがとうございます。私たち座学で 本を読んだりして、あんまり足を動かさないんですが、菊池さんはちゃんとワンツーマン、フェイストゥーフェイスで、世の中を報告していただきまして本当にありがとうございます。しかも今日のテーマのタイトルまでご説明いただきましてありがとうございました。失礼しました。じゃあ次に私の番です、ごめんなさい。すみません、はい、一言コメントつけさせていただきます。いわきから避難してきております鴨下です。今の話聞きまして、これ過去に一度見たことのあるパターンだなと思いまして、それは原発事故後ですけどね、あれなんですね。1回目は山下、教授が100ミリシーベルト以下だから大丈夫って言うと、講演がですね、3月の、20日あたり 前後に、福島で始まったんですけども、それを文字起こししたものがチェーンメールで流れだったんですね。私なんかもその時点でこっちに避難してきてたんですけども、とにかく早く避難した方がいいっていうことを残った方々には伝えてたんですが、そうしたらチェーンメールが来て、あ、大丈夫、全然安心なの、なんかもうお母さんの間でこう、特に向こうに残ってる人たちの間で、なんか、あ、よかった、安心したみたいな、なんかメールにハートマークでもついてるかのような感じのでバーッとこう広がってて、いや、それはおかしいよってこういうふうに書いても、でもだってみんなそう言ってるし大丈夫よっていう感じだったんですね。ただまあさすがに100ミリシーベルト以下大丈夫っていうのは、その後も今の福島のお母様があまりほとんど信じてないんじゃないかと思うんですけども、今回のもなんか別な、それがその力が切れてしまったらなんか今度別の方法で来たのかなというような感じで、とにかく不安なので、なんかこうスポンジが水を吸収するようにそういうピントを心をつかまれると吸い込んじゃうんだなと感じました。すいません、回り込んでしまいました。ありがとうございます。それじゃあ私の、中西純君、原発事故と放射線のリスク学、この本の批判を前回やらせていただきましたが、
ちょっと時間切れで、中途半端に終わりましたので、改めてポイントを絞って第2回をやろうと思います。それで私の資料は3点あります。1つは10枚ぐらい続いてあるスライドの閉じたものですね。それで、もう一つこう1枚紙であります。さまざまな計量カップで、でそれはですね、この10枚ものを3枚めくって、計量カップがいっぱい写ってる写真が写ってるところがありますから、そこの後に挟み込んでください。これの後です。これの後に挟み込んでください。それからもう一つは、この本の今日お話しする核心部分の章をコピーしてもらったやつです。これ自身は読みませんが、今日の話をお聞きになった後、この部分は電車の中で読んでいただきたいと思います。それじゃ申し訳ありません、座らせていただきます。この本の構成、大雑把な構成はこうなっております。第1章が放射線のリスク、第2章が原発事故のリスク、第3章が福島の帰還か移住かを考える、で次に対談が挟み込まれています。飯田康幸さんですか。この方はテレビによく出てますね。まだ非常に童顔の方ですからね、若くて。第4章が化学物質のリスク管理から学ぶこと、そして第5章がリスクを選んで生きる、これがまさにさっきの菊池さんの話そのものが題名になっております。そして対談が上野千鶴子さんとあります。そして後書きがある。それで、実はこの方は、娘さんと孫さんをですね、311直後の娘さんと孫さんを関西に逃がしたというとっても優しいおばあ様です。それでですね、前書きにどんなことが書いてあるか、私の要約ですが、被爆線量の全貌はほぼ明らかになる、しかし何が起きているかで意見が分かれている、その理由は被爆線量が低くて人集団の調査から影響を確かめることができないから、いろいろ憶測で、意見が分かれているということですね。でこの本の特徴としてご自分が言っているのは、第一に放射線の問題をリスク評価という考え方で明らかにした、2点が異なる専門分野の人とのインタビューがある、からリスク評価の結果から除染に関する目標値を提案した、本のど真ん中、ページ131から135、それが皆さんにコピーした本のコピーしてお渡しした部分です。ご本人がこれ言ってます。でこの本の核心、そしてですね、この本の核心は最終章第5章のタイトル、さっき菊池さんがおっしゃいました、リスクを下げて生きるんではなくて今はリスクを選んで生きなきゃいけないんだと、リスクを避けるできようなんていうバカなことをしないでリスクを選んでいきましょうという精神変換の呼びかけだと思います。核心といいますか、全体を貫いているこれが、イデオロギーだと思いますね。でリスクは避けられない、何らかのリスクを減らせば何かのリスクが増える、減らせば増える、リスクトレードオフを学べという主張が貫いている主張で貫かれています。そして本日のお話はですね、メインのタイトルとしてメインかサブタイトルとして線量単位変更のトリックということでお話したいと思います。で一応5項目、 A リスクトレードオフと現存被爆状況について、 B 中西さんは除染目標値進提案をなぜしたかという話、それから
永井さんの新提案の内容、D、トリック1、軽量カップを変えたこと、D、E、トリック2、実行線量は架空線量であるということ、おまけとして、中西さんはなぜ批判の対象になりにくいかということを、時間があればしたいと思います。それではまず、A、トレードオフと現存被爆状況ということですが、まずですね、危険という言葉とリスクの言葉の違い、これはですね、どうもですね、放射能が怖いと主張する人はリスクという言葉をあまり使わない、危険という言葉を使う、危険とか心配とか言う、でそれをで放射能は思ったより何ともないですよっていう人たちが必ずリスクという言葉を使う、どうもそういう傾向があるようです。そして、まあ、ここに書いてありますが、分離書で引いた限りではあまりよく分かりません。ただリスクの方の2番目で保険で損害を受ける可能性と、あ、これがなんかちょっとヒントかなという感じがいたします。そしてウィキペディアの、日本語版のリスクというのを参照しますと、ハザードは潜在的に危険の原因となり得るものを指し、リスクは実際にそれが起こって現実の危険となる可能性を組み合わせた概念であると書いてあります。ちょっと先行きますね、つまりですね、リスクイコールハザードかける確率、危険かける確率というのがリスクだということらしいです。神羅万象は不確定性の中にあって、起こる起こらないはすべて確率心のおぼしめし、これはですね、これ自体は僕は科学的だと思います。まあ、神というかどうか別としてですね、サイコロで運で起こる起こらないが決まるということ自体は科学的だと僕は思います。でそのことからですね、こういうことを言う人もいるんですね。リスクイコール効果かける確率、これもリスクなんだと、良いことの起こる確率もリスクと言っていいんだと、神羅万象は毒にも薬にもなるんだから、リスクはありがたいことにも用いることができる、そんなことはですね、この小島正美さんというですね、毎日新聞、男の方です、毎日新聞の編集員の方が、まあ、そんなことをちょっと書いてあったような気がします。それでですね、ちょっと戻りますが、この小島さんですが、前のページの一番下に OB なんですね、この人はね、市民運動の OB なんです。でここは OB というのはアウトオブバウンズという意味で書いたんですが、この方はですね、実はですね、だいたい2000年前後から突然リスクという言葉を多用し始めたんですね。それでこっちの2005年の方を読むと、どうも前書きとかそういうのに中西さんと同じようなことが書いてある。で実はアマゾンの中古で1円で買った本なんですが、1998年かな、環境ホルモンと日本の危機っていうものすごく硬い本を書いてあるんでね。でこの本はですね、まあ、もちろん読んでませんがね、外国の文献、科学文献をあさってですね、環境ホルモンと言われる物質を摘発してる本なんです。でここにはリスクって言葉使っていません。だから、何かで変わったんですよねという感じがします。すいません、脱線しました。じゃあページを見ます。そしてですね、このハザードかける確率ということでは、前回お話しました、ご紹介しました津田俊秀さんの津田疫学も確率の原理に立っています。ですから統計学的にしか科学的なことは論証できないという立場です。神といえども統計的な全体の確率までは勝手に左右できない。でもね、でも全体的な確率までは勝手に左右できない。でもまたでもはつきますが、誰が当たるくじを引くかを科学心は特定して予言できないということだろうと思います。ですからこの確率ということでものを考えること自体がやっぱ否定しにくいから、
中西さんと論争もなかなか難しいということはあるかもしれません。いきます。リスクトレードオフとは、まあ、これは僕の解釈で、もっと勉強なさっている方は違うことを批判をしていただきたいんですが、一つのリスクを回避すれば別のリスクが待っていること、トレードオフですね、必ずやり取りが、一人儲けはできないということですね、の意味だと思います。ワクチン注射、例えばワクチン注射すれば子宮頸がんを予防できるが副作用を受けることがある、病院で診察を受ければ持病が安心できるが、まあ年寄りですね、新型インフルエンザをもらってくるかもしれません。これは大変ですね、新型インフルエンザ。それから DDT には発がん性があるからといって禁止したらアフリカでマラリアが大流行してしまった、それは中西さんの後ろの章の方、後ろの方の章に書いてあります。でこういうことは毎日体験していて、一人一人が判断できる、こういうことを判断することが現代人の条件だということかもしれません。もう生活のパターンとしてね、例えば東京駅から新幹線に乗れば小田原での約束に遅れない、30分ぐらいつくんですか、ね、ところが小田急の特急で行くと江野に比べると倍の運賃がかかる、まあ、そういうことをやっぱり計算して生きていかなきゃいけない、もう年金生活になりますと新幹線は乗れません、リスクトレードオフを福島に適用すると胸を張る人たちが大勢います、いらっしゃいます。でその方はどういうことを言ってるかというと、避難は放射能のリスクを避けられるが避難生活ストレスのリスクの方が大きいとかですね、この赤で書いてあることがそのトレードですね、トレードの右と左、避難してふるさとを捨てるリスクと放射能による病気になるわずかなリスクを比較して復興に参加した方がよっぽど幸せ、わずかな効果の除染などに巨額の国費を使うリスクは考え直そう、これは中西さんがこの本に書いてありますね、環境省もきっとそういうことでしょう、大っぴらには言いませんね、放射能によるがんのリスクよりも放射能を心配して、地産の野菜を食べないでがんになるリスクの方がよっぽど大きい、これは中川圭一さんが、新聞広告全面広告でね、おっしゃってますね、放射能を心配して家の外に出ないとメタボになる、子供さんがメタボになってしまう、でそれでできる糖尿病はがんの大きなリスク要因だ、中川さんです。で、今朝中川さんの本が届いたんですがね、なんか福島でも起きてる本当のことっていう本が今朝届きましたが、そこパラパラめくってましたらば、福島でがんは絶対増えるそうです。で、ところが彼はそれは避難したから、例えば飯舘のようにね、避難したからがんが増えるんだと、がんは絶対増えるんだと。さあ、この人たちは大事なことを隠してはしませんかということが指摘されているかと思います。放射線放射による健康影響の過小評価、放射能をばらまかれてしまった福島は住める場所ではない高温泉地域が少なくないという現実、一体誰がこんな状況にしたのか、原因者の免罪、リスクのもとである原発を断つという意思がないということですね。どっちのリスクも住民が求めたものでは決してなく、原発事故がなかったらゼロだったということを忘れていらっしゃるものをおっしゃいます。 ICRP も唱えているできる限り速やかな現状復帰、311前の状態に戻しなさいということがあるわけですけども、それは隠して、実はこれはですね、言葉として僕の感想なんですが、現存被爆状況のという言葉の悪用だと思います。こういう状況ですね、まあ、特に中西さんの本はこの30キロ以内、20キロ以内かの地域のことを中心に書いてあるんですが、これが現存被爆状況だという意味です。現存被爆状況という言葉は ICRP の2007年勧告に書いてあります。用語解釈から拾ってみました。英語だと Existing Exposure Situation ですね。 Existing というのは現存なんですね、すでにある状況という意味ですらしいです。自然バックグラウンド放射線や ICRP
韓国の範囲外で実施されていた過去の行為の残留物などを含む管理に関する決定をしなければならない時点ですでに存在する状況、この管理に関する決定というのは、原発の営業運営操業ということです。操業するときの管理、操業するときの管理に関して決定をしなければならない時点ですでに存在する状況、つまりこれ福井市は今止まってますからね、再開するまでは現存被爆状況なんですね。再開したときにも現存被爆状況、誰が出したか知りません。東京電力が再開したときどうする、別の電力会社が再開したらば完全に現存被爆状況です。で、現存被爆状況は1990年の勧告書では原発が建設する前の汚染やラドンなどの自然放射能のことをだけを指していましたが、チェルノブイリを教訓化した2007年の勧告書では汚染地に住み続けたいという住民の意思を尊重して操業前の規定を事故後に流用したというふうに私は解釈しております。で、こういう ICRP の責任積み作りという要素がかなり大きいと思います。中西さんは、そしてですね、今回除染目標値を進展をなぜしたのかということがあります。こういう地区ですね、帰還困難地域、住居制限地域、避難指示解除準備区域、これらどんどん避難、解除されてますが、そういうことのことを言ってます。で、この本の出版されたのは今年の4月だったかな、だと思いますが、まあ、いつ頃書いたかというと何ヶ月ぐらい前まで書かなきゃいけないですかね、そういう状況です。そして、ちょっと、まあ、これはこの本にある写真、これは除染の模範地区である伊達市の、仮置き場の建設の話書いてありますね。で、こういうものがちゃんと整然と、問題なくやってますよということですね。そして、住居の除染で、住居の除染については、もう一回やったら二度やったって意味ないとはっきり書いてます。それからこれ山林ですね、大変ですね。これは雨どいの下は総じて光線量となったり、線量を確認しながら慎重な除去作業が必要と書いてあります。伊達市は、現在の規制委員会の委員長の田中俊一さんの故郷ですね。そして彼は、規制委員会の委員長になる前に、除染の方法を探るリーダーをやっていました。戻ります。中西さんは除染目標進展をなぜしたかということです。それで、私がこれを読んだ中で、かなり大胆に大雑把にまとめました。除染目標値、今までの、ね、除染目標値は 0.23 マイクロシーベルトパーアワー、1時間あたり 0.23 マイクロを年間1ミリシーベルトだというふうに計算してそれを目標値としてやってましたが、中西さんは達成できっこないのは現実だと、まあ、そういう言葉は使ってませんが、ほとんどそういう意味に取れます。それから宅地を再除染しても効果はない、それから山林はもとより農地の除染もはかばかしくない、その中での基幹促進をしなきゃならない状況だ、でも除染をしても若い夫婦や子供たちは帰ってこない、年寄りだけしか帰ってこない、そういう状況で環境省が目標値 0.23 マイクロシーベルトパワーを1時間あたり 0.23 を緩めたいという要望を持っている。そしてそういうことを考えてですね、機関車1人当たりの除染費用がどんどん上がる、大勢が帰ってくれば1人当たり安くするんですけども、帰ってくる人が少なければ1人当たりものすごい高いものになっちゃう、これはだからリスク額の立場から許せないっていうことですね。次いきます。対談、飯田さんとの対談を参照してください。やっぱり経済学的な観点が必要だということで対談していると思います。で、現状復帰が難しい中で、この本を執筆した2014年早春の背景を
一応言いますと、WHO の報告やアンスケア報告が出揃いつつある。それから着々と放射線による健康被害は福島ではありえないという世論作りが行われてきた。それから、青はこう皆さんにお配りしたところに書いてない付け出したものですが、それは、この日野さんの本に、日野さんの、日野欺瞞と打つとこの本のタイトルが出るように私に申すものなんですが、被災者支援政策の欺瞞の、169ページあたりから書いてありますが、内閣生活支援チーム、これは経産省の覆面部隊だと僕は思いますが、占領過小評価作戦というのを行ってきたということがあります。それから、そういう状況でどんどん進めているんだけども、甲状腺がん多発問題だけが目の上のパンコブだったと、今もそうだと思います。でちょうど2月の初めかな、国際ワークショップっていうのが、あれはどこでした、シナプリンスホテルで行われる3日間。そしてですね、どうもこの本は永田委員会、永田会議か、明日明後日第12回にかかるのかな、それとのですね連携があるんじゃないかと、証拠はありませんがアイコンタクトはしてるだろうと思います。で、中西新提案は環境省を後押し、その新方針として結実しました。これは古い元々の閣議決定ですね。2011年8月、中西本の119ページに再録されています。現在の年間追加被爆線量が20ミリシーベルト以上の地域から段階的かつ迅速に縮小することを目指す。現在20ミリと未満の地域では、つまり20ミリで人が住みつつある地域ではですね、長期的に年間1ミリシーベルト以下になることを目指す、ということに関して中西さんはこの本の中で1ミリシーベルトは不可能という実態を認め、また20ミリシーベルトは通常の生活環境としては高すぎるので、それに代わる新しい目標値を決めるべきだと主張しているが、国は今でも新しい目標値を示していないと。時間あたり 0.23 マイクロシーベルトは不可能だということ、これまでの外部被爆線量の計算方法は現状に合わず、その値の半分があるいは3分の1だろうということ、この2つを改定する勇気を政府と行政は持ってほしい、こういうふうに言ってますね。で、実はその通りやったんですね。今年の8月2日という福島民報の記事です。新方針では4市の調査結果として平均で年間1ミリシーベルトの被爆線量になるのは、空間線量が毎時 0.3 から 0.6 マイクロシーベルトの地域の住民だったと記載。つまり 0.23 の倍。倍から3倍ってことを言ってますね。環境省の担当者は毎時 0.23 マイクロシーベルトを取られる必要はないと説明し、毎時が 0.23 が誤って伝わってしまい反省している、今後はしっかりと理解を求めていきたいと述べた。民法がそう応じてますが、純子先生の教えの通りだと思います。そして、このことは週刊朝日ですね、で報告されています。これはちょっと後で読んでください。そしてこんな図が出てますね。こんなグラフ、実測値はその 0.23 を編み出した考えで予測するよりも低かったということを言ってるんですね。私はね。でもこれ30人ぐらいそのずいぶん綺麗にデータが並びすぎてるなと僕は思いますね。まあいいや。それでこの赤いところをちょっとこれ書き込んだんですが、皆さんごめんなさい、拡大しました。個人占領評価、測定値問題は日野康介、日野欺瞞のページ169以降を参照してください。2問が書いてあります。つまり、個人占領系とそうじゃない、モニタリングポストとどのぐらいデータが違うかっていう研究をして、そのデータがですね、予想した通りいかなくて高い値が出たから発表しなかったっていうようなことが、新聞記事になったと思います。これですね。次いきます。それでですね、ようやくでございますが、後でこの4、3枚
2枚閉じのコピー、本のコピー、これが流れ指定案なんですが、それを要約しました。新提案の内容、1、2015年4月で期間までの除染目標を現行の外部被曝実効線量を 年間 1ミリシーベルトから年間5ミリシーベルトにしよう。ただしね、これはチェックしてみますと空間線量率 C1 0.23 から1.94 へということなんですね。後でいろいろ長井さんの言ってることをちゃんとチェックします。この括弧の部分は後で説明します。ただ、1ミリから5ミリっていうのは、割と中間的な、みんなが一致できるんじゃないかっていうね、そういう期待を持たせる数字です。木村新蔵さんなんかも5ミリって最初言ってましたよね。だからそういうことを長井さんおっしゃってるのかなと思うんですが、差にあらずということを後で申し上げます。2、15年後に実効線量年間1ミリシーベルトが予想されるので、15年間の積算は平均50を超えない、多い人でも100を超えない。3以上は補正係数をこれまでの 0.36 から 0.6 に下げ 0.3 に下げて考えることを 0.6 から 0.3 に下げて考えることが前提であるということを言ってんですね。でそうしますとですね、これまでの実効線量1ミリシーベルトを実効線量 0.5 ミリシーベルトって考え直しているっていうことでもあるんですよね。だからこの中西5ミリシーベルト、続けて読んでください。中西5ミリシーベルトはこれまでの10ミリシーベルトのことだと理解できます。その点を確かめた計算です。これは飛ばします。これも飛ばします。でこの赤いとこ、問題は係数を 0.6 から 0.3 に変えること。どんな係数を選び直しても実態としての放射線は前も後も変わらないはずなんですが、係数を変えて言うとですね、なんか心が軽くなっちゃう人がやっぱりいるんですね。でもそれはね、当然だと思います。心を軽くしたいわけですから、こういう時に科学者って役に立つんですね。なんかこうプッと変えるのね。でしかも中西さんが言ってるんですよ。言います。中西提案の中、西がないけどもう短くしちゃいます。中5ミリシーベルトは実態で考えれば年間1ミリシーベルトを年間10ミリシーベルトに、住民はこれまでの10倍の受妊要請ということだ。今までは2人だったんですが、2増えたらダメっすかって言ってますね。トリックじゃないですけどね。それで次です。トリックというふうに題名で書きましたが、まず一番として軽量カップを変えたことだというふうに僕は思います。こういうふうに考えると僕にとっては分かりやすいと思います。これはインターネット Google の画像、 Google 検索の軽量カップで引くと画像でこれだけ出てきます。軽量カップがね、で、その中に3つ組あるでですね、今まではですね1ミリシーベルトをこの軽量カップで測ったんですねと思ってください。でそれがですね、人によってこう軽量カップ変えるわけですよ ね。だから何ミリ何ミリって今まで3年間みんなで話してたことが軽量カップを変えちゃうわけだから、もう全部バラバラになっちゃう。それでこれが、挟んでいただく、こういただいた1枚紙のやつですね。これをちょっときちんと説明したいと思います。
さまざまな形状角で測った1ミリシーベルト過剰被ばくで、1番がですね、形状角がですね、サベメ式1ミリシーベル、これは今までのサーベイメーターで測った1ミリ、1ミリシーベルト。で、それはサーベイメーターで、つまり、なんだ、自然放射線の 0.04 を引いて考えると、0.154 が年間1ミリシーベルトに相当すると。それから2番目、外8、内16式、なんか戦闘機みたいですけども、これは外に8時間いて、家の中に木造家屋に16時間いる時の1ミリシーベルト。これが環境省の除染目標の根拠ですね。だからずっとこれが常識になった。で、それが 0.23 だと。で、これの被曝の実質のコンテンツ比を 1.0 とします。そうすると、サベメ式は、で測るとですね、1ミリ、サベメ式で1ミリっていうのは 0.6 だということです。じゃあ次、3番目、包囲圏式1ミリシーベルトとなりまして、これはですね、なぜかいつの間にか 0.6 をかけちゃった。かけてる。で、実はですね、中西さんの本で分かったんです、僕はね。で、今までの福島県立医大がやってるね、外部被曝の基本調査で外部被曝測ってますね。アンケート集めて、計算してますね。それには 0.6 かけちゃってる、もうすでに。4ヶ月分っていうのありますね、集計がね。毎回出ます。あれには 0.6 かけてるって中西さん書いたの。ああ、いいこと書いてる。真実を書いてる人だなと思って。それは包囲圏式で、0.6 かけます。で、まあ、サーベイメーターだと 0.42、そして、実質の被曝、過剰被曝ですね、自然放射線の 0.04 を引いて考えると、1.67 倍、同じ1ミリシーベルトとっても 1.67 倍の被曝ですよってこと、前よりね。それから次が4、中西2分の1式、中西さんは今まではの2分の1にしなさい、2分の1か3分の1で考えなさいと、係数っていうのね、何の話だ、係数です。で、この係数については、ぬくしなさんが後で詳しく、専門的なご紹介があると思うんですが、2分の1か3分の1式が、それだとするとですね、今までの同じ1ミリシーベルト、年間1ミリシーベルトも、といっても、コンテンツは2倍になるか3倍になるかと。コンテンツ、さっき言いましたように、これでお米測ったのをね、1ミリシーベルトしますよね。まあ1号でもいいや。だけどこっちで測ったら 0. 何号と評価されるわけです。でも中身は何倍もなるわけでしょ。お米入れるのね、水を入れる、まあこの中にビール入れたらありがたい。そんな感じです。そういうことです。で、それをご説明しました。それでここに、福井原発事故が起きる前の平常時のバックグラウンドをサーベイメーター表示値 0.04 マイクロシーベルトパワーアワーとしていますということです。これ5番も 0.421 じゃない、5番のサーベイメーター表示値、いやいや変わらないんじゃない。いやいやいや、そんなことないでしょ。そうですか。うん、ちょっと計算式がこうなりますから、はい、はい、あと10分、サーベイメーターが上がるんですよ、1ミリシーベルトのね。あとで確かめてください。で、これはちょっと遊んでるね。コンテンツ、賞味の量に敏感です。で、次にトリックに、実行線量は架空線量だ。で、中西さんが根拠にしているのは、これに関する借金がこの、18ページにあります。これの18ページにあります。遮蔽に関する補正係数という表があります。
ちょっとこう見ただけでわかりませんが、ちょっとこっちの僕のいたずら書きしたのを聞いてください。それで今までは日本の原子力規制委員会が、まあ、一応原子力安全委員会から踏襲した考え方ですね。アルファというのは、実光線量に変える実光線量と空間線量モルタゲンポスターの値との換算式。今までは、1でいきましょう、ね。サーベイメーターで測ったりモルタゲンポスター、それは、それを実光線量と考えましょう。ではベータというのがそれをだからさっきの、遮蔽率ですね、86式あ8何だっけ外8内16式ね、そうすると 0.6 になる。でそういうふうに考えたんだけども、中西さんは IAEA や ICRP がいろいろやってるのをつまんでいくとですね、どうも日本のやつは係数が高い、2.4 倍とか 2.9 倍になる。これが根拠なんですね。だからこれを2分の1とか3分の1で評価しましょうというわけです。すいません、この中にいろんなちょっと猫が謝っています。空気吸収線量とか周辺線量等量とか実光線量に変えるための補正係数とか遮蔽に関する換算係数とかあります。でまあ、ちょっとこのことはさておいて、下に書いたのが ICRP の2007年勧告の総括という部分から引用しました。赤いところだけ読みますね。透過線量と実光線量は直接測定されないのです。その代わりに実用量、実用計測量が測定されるんです。これって難しいですよね。つまり透過線量とか実光線量というのは測定されない量なんです。専門家の頭脳を通さないと正しい答えが出ないのが実光線量なんです。それで、ちなみにですね、この一番下の方に書いてあるその ICRUQ または人体中のそれぞれ10ミリあるいは 0.07 ミリの深さにおける線量に基づいた線量等量が勧告された。これが実用等量ってやつで、特にこの10ミリっていうのはですね、人体中のそれぞれ10ミリってやつがサーベイメーターで表示されるシーベルトなんです。よいしょ、そういうことなので、このページはちょっとスルーします。上の方が中西さんの表です。下の方が ICRP の表です。ちょっと中西さんの方はいろいろ書き方に解釈が入ってますのでご注意ください。それでですね、さっきの難しい話、これはですね2011年7月の日本原子力研究開発機構 JAEA っていうですねの山口さんという方がモニタリングの実際というところに書いてあります。でこういうサーベイメーターや個人線量計で測ります。で下の方を見てください。下の左、読み取り値をそのまま実光線量と解釈するって書いてある。これがこれでずっと来たんです、測定の世界は。で中西さんがそれをね横車あれ押してるわけです。で、これらは外部被曝に関するモニタリングを使う機械が書いてありますね。電離箱、ガイガー・ミューラー感式、シンジュレーション式で下にですね、あと残り10分、実光線量に近い値を表示するように調整されている、調整されている、だから安心して実光線量を測っているものとして頑張ってくださいっていう抗議をする、これは抗議した時のスライドです。いろいろありますね。フィルムパッチも書いてます。これは個人を測る、これも実光線量に近い値を表示するように調整されていると書いています。そしてところがですね、若干ところでもらえないか、2年半経って同じところの遠藤さんという方のこれは原子力委員会、原子力委員会での報告ですね。
それでこうするとね、これはちょっとね、そのモニタリングポストデータと実効線量とはちょっと必ずしも同じじゃないよっていうようなことが書いてあるんです。ただしこれですね、よく見なきゃいけないのは、中西さんはこういうグラフの中から大人の成人の値を引っ張ってきてるんです。子供はとね高いんですけどね、それは無視してます。でさっき言いました、この図は何かというと、後でよく見てほしいんですけども、よく見ると分かんないかもしれないけども、周辺線量等量 H10 とかって書いてあるもののね説明なんです。人間と同じ透過率、放射線透過率を持つ球の1センチ内側でにメーターを置いて放射線を当てた時が H の10ってやつです。でこれで調整されてるんです、普通のサーベメーター、つまり、皮膚の内側1センチというのがね、実効線量だよっていう決めてるわけです。でこれは周辺線量で、それが周辺線量等量、ややこしいね、こんなの初めて聞きましたけども、これが普及してるんです実はね。で実効線量の関係もありますが、ここでは何が書いてあるかというと、低いとか高いとかって言ってないんです。一番下見てください。サーベイメーターで測定される周辺線量等量は、さまざまな体格、あらゆる被曝状況に対して実効線量を最小に見積もることなく、過小に見積もることなく評価している、肯定してるんですよ。中井さんみたいに直せってんじゃなくて、全体をカバーして防護基準、防護精神、なんて防護力、防護原則、安全原則に立ってるから安心してそれを実効線量と見なしなさいって書いたんですよ。それでですね、あと何分ですか。7分。実効線量というのは現実世界ではどこにもない頭の中で作られたものだということを ICRP の勧告書にちゃんと書いてあります。これがまず1977年の勧告書です。損害の定量化ということを始めたんですね。でこの1977年勧告で初めてをきっかけにして初めて実効線量という言葉が生まれたんです。で、急いで言います。基本的な概念、損害、赤いとこ、委員会はこれら全ての有害な影響を同定し、可能な限りは定量化するために損害という概念を導入した。一般にある集団における損害とは、放射線被曝によって被る害の数学的期待値であると定義される。難しい日本語は飛ばし、解釈はお任せします。そして損害定量化の切り札として実効線量というのを求めました。実効線量、まあ、E って書きました。普通 H って書くらい、E でいいんだ。でこれはですね、 HT っていうのは各臓器の透過線量、それに臓器 T の、組織荷重係数をかけたものを全ての臓器を合計する。でこれを実効線量、実効というのはエフェクティブだそうです。線量はドーズです。ドーズを翻訳すると服用量とありますが、放射線の場合には線量です。で実効とは何かということですが、WT、この荷重係数は組織 T の荷重係数で、荷重係数全部足すと1ですと。これらの WT 値は、荷重係数は確率的影響による放射線損害全体に対する個々の臓器組織の寄与を表すように選ばれている、はい。で実効線量の単位はシーベルトである。これで初めてシーベルトっていう言葉が生まれたんですね。でその前の ICRP はシーベルトではありません。レムとかラムじゃない、ラド、組織荷重係数が表す損害への寄与とは、ベースは損害イコール死者の数かける一人一人が寿命を全うするところからどれだけ寿命を日数を減らしたか、掛け算したもの、これが基本です。基本給です。これが
で加えて被疑者に対する重篤度加算と QOL 加算というものをやるというふうになってます。それでこれは、ICRP の2007年勧告の137ページになんかややこしそうな表がこう書いたんですが、それのですね、下の方の小さい字の脚注を見ると分かるんです。だからほとんどここのところは誰も読まないというか解説書にも書いてません。そして、そこをちょっと拡大するとこういうことで、各欄はどういう数字なのかということをちょっと当てはめてみたりして、結果まず調整した名目リスクというのは計算すると上の方ですね、3つの方計算式を足し算したもので、で損害というものはさらにそれを自分の損失の割合を掛け算して、そうするとね、意味が致死損害、がんになって死んだことによる損害、それからがんによって死ななかったけども致死率が高い重いがんだということについての損害、それからがんにかかったけど全然死ななかった人に対してもがんだと宣告されてクオリティオブライフ、生活の質が落ちたことに対する QOL 損害、この3つで考えましょう。つまりですね、ある臓器、例えばこれ肝臓だと思いましょう。肝臓の罹患数が R だとして割合は1、それで致死割合というのはありますね。肝臓は何だろう、何割ぐらい、6割ぐらいなのかな。それが致死と非致死に分かれる。で致死に関しては、寿命損失を掛け算しますと致死損害というのは計算できる。そして次に致死率が高いがんだと重篤度損害っていうのはかかる。そして、非致完全な非致死に関しては QOL 損害で、これらを足したものですということです。そして合計が1になるように相対損害を求める。で相対損害があと2分です。こういうふうにですねから求めて組織加重係数というのを求めました。すなわち実効線量の実効とはがんの罹患率とかがんの死亡数とか細胞あるいは DNA のダメージの指標というのいうような生物学的影響を表すものではなくて、損害保険で取り扱うような損害の数量化です。こうすれば費用と比べるための天秤にかけられます。実効線量や集団線量でがんの死者数を推定してはいけないということを、この勧告書には何遍も書いたんですが、それはその意味、その心は、低線量被曝というの不確からしさという理由もありますが、むしろこうした経済的な損害量だからと僕は思います。死者数を推計するには各臓器ごとの透過線量あるいは各臓器ごとの吸収線量に戻る必要があります。なお小児甲状腺がんは致死割合が小さい、数パーセントにいかないんですね、中毒油ね、がんにかかった子ども多いけれども、小さいところで過小評価されています。基本ベースが死だからです。また2007年価格の名目リスクケースにはジェノブイ小児甲状腺がんの多発は反映されているかどうか、これチェックする必要があると思います。総括、今日、実効線量こそ万能のように言われますが、実効線量の概念は1970年価格に形作られ、翌年のストックホルム会議で確立されました。実効線量の実効とは生物学的影響ではなく損害への寄与を意味します。それゆえ実効線量を使えば便益との比較ができます。リスク&ベネフィットですね。正当化最適化線量限度という3種の神器みたいな法則が愛車力にあります。さらには3つの被曝状況コンセプトを支える基礎量というのがこの2007年価格で生まれました。計画的被曝状況、現存被曝状況、それから、緊急時被曝、コンセプトを支える基礎量になります。寄与算出の根拠は社会経済政治経済的です。実効線量や集団実効線量を使って死者の予測してはいけない理由もここにあります。そして、今日の全体ですが、
中西提案は5ミリシーベルトというあたかも1から20ミリシーベルトの真ん中より下でいかにも中庸の徳のように見える提案ですが、実際の線量を半分から3分の1のに値切ろうとする考察の中で生まれたもので、軽量カップの目盛りを変えることによって現実は10ミリシーベルトある線量を5ミリシーベルトだと言い抜けて住民に10倍の放射線注入を強いるものである。1ミリから考えますとね、中西提案は除染に総がかりで挑み、除染を足がかりにして帰還復興へという政治カンパニアが絵に描いた餅に終わってしまったところから生まれたものであると思いました。成果を誇って終わらなければならなかった除染成果政策をなんとか工事を作って無難に幕引きさせようとする苦肉の策だと言えるのではないでしょうか。しかし東大リスク論の大御所が書いた原発事故と放射線のリスク学はその目論見通り、政府官僚や政策の転換あるいは店じまいを模索している人たちにとってはとてもありがたい指針であることは間違いないと思います。各方面からの批判がもっと起こらないといけないと思います。おまけ、中西さんはなぜ批判の対象になっているかは、省きます。以上です。どうもありがとうございました。ちょっと皆さんだいぶ疲れたと思うんですが、予定ではこの後私がちょっと20分ほどまた続けてやることになっているんですが、それまず田島と一緒に共同代表を務めてます、ムックシナと申します。で今の、なかなか難しい話だったんですけれども、もう一つ中西さんの今の、まあ、線量の問題ですね、もうちょっと違う角度から見てみます。これで彼女が言ってるのは、要するに、まあ、二段構えなんですけれども、一つは普通私たちが測っているサーベイメーターで測っている値はこの周辺線量等量ですね。で私は普通空間線量といっているのはこれです。でそれに対して、彼女は実効線量を、ね、見ると、普通の空間線量の、まあ、0.6 だって言ってるんですね。 0.6×1.2 が 0.7 こう言ってるわけです。でそれは本当なのかとね、そもそもその実効線量というのはさっき田島さんが話していただいたように、要するにその各臓器や組織の吸収した線量に放射線荷重係数をかけて、それで組織荷重係数をかける。それを全部その臓器ごとに走り合わせるというね。で放射線荷重係数というのは、まあ、今世襲の内皮学の場合は1ですから、一応無視してでそれ考えますね。これで、各その臓器の吸収線量って何で問題になるかというと、例えば今その 0.1 マイクロシーベルトの、ところに私たちがいるとしますね。そうするとまあここ各臓器もみんな同じように 0.1 マイクロシーベルト浴びると思うんだけども、まあ、実際はそうじゃなくって、例えばこれは CT でこう輪切りにした絵ですけども、結局各臓器はやっぱりその体の表面から見れば結構内側にあって、まあ、例えばこう前から照射してくるときに考えれば、ここの線量に比べたらこっちはもっと低くなるわけですね。それは要するに、人間の臓器っていうのは基本的に成分は水ですから、で水の中を例えばセシウム137のガンマ線が通ってくると当然その途中で吸収されます。で例えば、20センチ通ってくるともう、0.7 になるから3割減るわけですね。まあ、10センチだと大体 8% ぐらい減る。で、まあ、私だとこう、お腹から背中まで通ってもまあ20センチあるかないかぐらいですけども、ちょっと太った人だったらかなり違ってくるんですね。だから、例えば 0.1 マイクロの場所にいても各臓器のが浴びる実際に吸収する線量っていうのはいろいろ違うと、まあ、それをちゃんと測らなきゃいけないというわけですね。でところがですね、そういった途端に困難になる。つまり実際に例えば私の各臓器が吸収している線量って一体どうやって測るのと、それは実際無理ですよね。だからさっき言った佐山さんが言ったみたいに、これ本当に科学者の頭の中にしかないバーチャルな量なんです。
ね、で実際に実効線量は測れない。だけどじゃあ測れなくっちゃその放射線防護上困るわけで、じゃあどうしたらいいかというので、ICRT とか ICRU が一緒になってこのさっきの周辺線量等量っていうのを開発したわけです。でそれがですね、さっき田島さんにもありましたけども、例えばこっちから放射線が来た時に、ここにその30センチの直径30センチの球を考える。でこれはその人体組織と同じ密度および元素組成を持っている。だから人体と同じようにガンマ線を吸収するだろうということですね。それでだから臓器によってその例えばこの表面からこうどのくらいあるかっていうのは臓器によって違うんだけども、まあ、表面から1センチのところでにあると仮定すれば安全な推定になるだろうということですね。それでこの表面から1センチのところの線量を周辺線量等量というふうに言うと。でそれをその値をサーベメーターが指すように設計されているわけです。それでだから、普通のサーベメーターとか、それからあの福島に今よくあるそのリアルタイム線量計です。これはあの周辺線量等量を共有するようにできます。だからこの評判の悪いあのモニタリングポストってやっぱり福島にいっぱいあるやつで、これはあの周辺線量等量じゃなくて、空気吸収線量っていうのを通るあの指すようになったんですね。右の方は多くはグレーで表記されてます。あ、そうですね、はいはい、左はシーベル、はい、だからこれでいくと、これはあの周辺線量等量の、まあ、大体 0.83 になります。これはあのエネルギーによって違うんですけど、セシウムだとセシウム137とこういうふうになる。だ当然この値はサーベメーターで示しているよりも 17% くらい低い値になっているわけです。それでじゃあその実効線量というのはどう考えたらいいかということなんですけども、この原子力規制法によると、あのこれ条文、細かい条文は資料の中に全部載ってますけども、簡単に言っちゃうと、その原発があると、で原発の中は当然その管理区域ですね。ただその管理区域の外のところでは、あのどこにおいてもとにかく、実効線量で1ミリシーベルトを超えないようにしなきゃいけないというふうにもともと原子力規制法で書かれている。でその実効線量は1センチメートル線量等量とする。これ1センチメートル線量等量というのは、周辺線量等量のことですから、つまりそのサーベイメーターで測ってる今我々があの空間線量といって 0.05 マイクロシーベルトとか言ってますね。その値がすなわちその実効線量なんです。これはもともと今の現行の日本の法律にそう書いてあるんですね。でそれを中西さんはこれを全然無視している。そこが一番問題、まずの問題だと。でところが不思議なのは、要するにその測らないはずの実効線量について、中西さんはその実効線量は周辺線量の 0.6 倍だというふうに言ってるわけだけど、これは一体どういうことなのかということなんですけども、でそれは要するに、ね、実際問題としてはその、ファントムというんですけど、こう人間の体の、これだと例えばこういう本当にこうなんだ円錐みたいなものをで組み合わせて人間の体を一応表現して、それを数式を作るんですね。でその数式に基づいて計算する。あるいはこの最近のだ と、ボクセルファントムとかって言うんですけども、非常にもう小さい体積の立体を組み合わせて、人体を表現して、それでコンピューター計算するというのがあります。それでボクセルっていうのはその、まあ、体積要素というふうに書いてあるんですけど、例えばその1ミリ立方の中に、3個とか20個とかいうそのボクセルを考えるというので、非常にちっちゃい単位を考えるんですね。でそれでもって、その実際 の CT 画像に基づいて、そのボクセルでこう表現するというふうなのもあるらしいんですけど、でそうやってともかくその、でガンマ線がそういうモデルに当たった時にどんだけ吸収されるかというの、それは、まあ、あの一応、原理的には計算できる。ただやっぱり近似計算 でいろんな計算の仕方があって、ICRP の関空274だともう14種類も計算の仕方が書いてあるというので、いろんな計算の仕方があります。基本的には近似計算で、これでやりますと、これは大人の場合ですけども、縦軸がですね、あのさっきのこれ空気カーボンっていうのは
まあ、空間、空気占領です。この空気が、吸収する占領を主な比率として、それに対する比率で書いてあるんですけど、で横軸はこの、ガンマ線のエネルギー、エネルギーによってかなりあの物との反応の仕方が違うのでちょっとややこしい風になるんですけど、でテシウムの場合は基本的に、まあ、この 0.7 のあたりで考えてください。ガンマ線の一粒あたりのエネルギーですね。そうですね、はい。それで、まあ、当然あのやっぱり前から当たると、一番あの線量、人工線量としては高くなるんですけど、やっぱり割にあの臓器、組織荷重係数の高い臓器っていうのは割に前の方にあるんですね。で 前から照射した場合が一番高い、それから後ろからやるとちょっと下がる。だから回転っていうのは要するに、まあ、今あの我々が置かれているのと同じように、まあ、塩川湖から、被爆すると、こういう回転ですね。そうですね、はい、回ると。それから、中西さんが使ってるのはこの東方というあの、イソというアイエスボというやつなんですけど、これは、ね、あのぐるぐる回りながらかつ上から照射されるというので、要するにあのクイズタイムショックみたいなぐるぐる回りですああいう回り方、はい、それは多分あのやっぱり、宇宙船からあの被爆するとかそういうことも考えてやったんだと思うんですけど、こういうことです。でだからやっぱり基本的にはまあ前から後ろからっていうわけにはいかないので、やっぱりまあ回転のところが一番近いと思うんですけど、でこれで見ると大人だとやっぱり、まあ、0.8 ちょっとぐらいね、そのぐらいになります。それで、ね、これはいいですね。ですいません、あの、はい、これでさっきの回転のね疑問があったのは、はい、サーベイメーターも回転して測んなきゃいけない。いや、じゃあ、基本的にあの、コンピューター計算だから関係ないんですそう、だから、はい、近似的には四方八方から浴びてるという、うん、今の状況を、ね、はい、言ってるわけですね、はい、それ、まあ、それやる。それで、でこれさちょっとあのさっき出てきましたけども、で今度、これは大人のファントムの場合ですね。それで3ヶ月の子供だとやっぱりかなり高くなる。それから、周辺線量等量との関係で言ってもやっぱり周辺線量等量の方が確かに、いわゆるその空間線量ですね、これで見た方が高いから、まあその安全側にはなってるとね。それで数値でいくとこうなります。周辺線量等量というのは、普通の空間線量に対して実光線量はどのくらいか、そうすると0歳児だと、まあ、0.85 とか 0.84 とか、そのくらいに回転照射でなります。すみません、この表の中で、はい、中西さんが言ってる 0.6 っていうのはどこにも、あれが、こういうふうに入ってる 0.6 はどこにもない、これは 0.、せいぜい 0.7 だよね。あ、0.6 出てこない、うん、この段階では。そう、あ、出てきた、0.59、はい、うん、これはですね、あの本当に、チェルノブイリの後のロシア共和国でこういうその黒いやつは本当に、人間の模型を作ってるんですね。あの同じような素材で、で本当に模型を戦地帯に置いて、それで実光線量を、この各臓器にあの線量計を埋め込んで、でそれで測るというのをやってます。でそうしますと、あ、ここちょっとあのお配りした資料のところに、ここは実光線量割る 1.2 って書いてあるんですけど、まあ、割る 空気吸収線量割る 1.2 って直して、でこれで見ます と、こうやって実際にやった場合には1歳児で、大体空間線量の 0.88、成人だとまあ 0.69 というふうな結果が出てきます。それでですね、で中西さんはですね、中西さんの本を見ると、原発、この14ページから15ページのところですね、あの空気吸収線量から実光線量への換算係数は大人では 0.7 から 0.8 って書いてあるんですね。でその、文献としてこのアンスケの2000年の報告っていうのを引用してるんですけど、それを、あれは法医研の翻訳で見ますと、
この成人では 0.7 から 0.8 なんだけど、7歳から17歳の学童では 0.8 から 0.9 だと。だから学童前の0から7歳では 0.9 から 1だというふうに書いてあるんですね。で、中西さんはここのところは全然引用してないわけです。で、実際は子どもの方が一番問題なわけで、子どもがね、本当に換算係数1だったら、まあ、0.6 なんて数字を出すのは本当にひどい話だと思うんですが、実際はこういうひどいことを彼女は科学者ずらしながらやってる。で、まあ、その問題をちょっと私もいろいろ考えたんですけど、要するにですね、やっぱり年齢によって変わるっていうのはあるんだけども、実はその、組織加重係数っていうのは、もう男女の性別も関係ないし、年齢ももちろん関係ないし、人種によってとかそういうことも一切考えてないんですね。で、それはやっぱりその、実際にこの放射線防護する上ではやっぱりそんな細かいこと言ってたら大変なんで、やっぱり、そういう、まあ、ある程度の違いはもう、平均しちゃって丸めて、それで簡単に計算できるようにしようというのが、まあ、基本的な考え、愛知は基本的な考えだと思うんですね。で、その代わり、例えば、実行線量イコール、まあ、周辺線、空間線量というふうに考えて、一応余裕を見てやるからこれで大丈夫なんだという考え方だと思うんですね。で、だけども、まあ、そうだから、そういうふうになってるわけですから、もともと基本的にはやっぱり今 の, まあ、体系からいけば、空間線量イコール実行線量という大前提なわけですから、それでもって、放射線防護政策とかね、基幹政策とか考えなきゃいけないですね。で、もしそうじゃなくて、そのもっと、例えば実際はその空間線量と実行線量は少し違うじゃないかというふうなことを言い出すんだったら、これだったら今度年齢に違いようで違いはどうなのかとかね、そういうことも細かく考えなきゃいけない。あるいはもっと言えばですね、今の、リスクの計算ですね、例えば、まあ、100ミリシーベルト浴びたらどのくらいがんになるかというふうな数率っていうのは、基本的に広島長崎のデータから考えてるんですね。で、ところが、やっぱ最近いろいろ明らかになってきた医療被曝のことから考えれば、大体その、危険率というのは広島長崎からで言われているデータの10倍なんですね。で、さらに最近のオーストラリアの研究なんかだと、子どもにその被曝させた場合というのはさらにその10倍ぐらいになっている。だからそもそも その、発がん率の計算自体がおかしいんで、まあ、そんなこと言ってもしょうがないということですね。それからあと、そのさっきちょっと言いましたけども、そもそもその原子力規制法によると、要するにその敷地内外のどこにいてもともかく、周辺空間線量として年間1ミリシーベルト以上は浴びさせないと、そういう約束のもとに、原発は作られてるし、で、政府がそれを認可してるわけですね。だから事故が起こったって、それは当然その約束は果たしてもらわなきゃいけない。で、そういう責任が政府にも当然にもあると思うんですね。で、そういうそこのところを全く詐称してるっていうのが中西さんの一番の問題点じゃないというふうに思います。以上、ありがとうございました。言葉というか実務的な質問があれば、じゃあ休憩にしてから、休憩は